はい、こんにちは、キラニックスさん。今回はクレジットカードで6400円ゲットですね。これは最も簡単なんで、誰にでもやってほしいな、どなたにでも試してほしい案件ですよね。まあ、ただね、やっぱ金融事情がブラックな方はちょっとできないんで、そういう意味ではやっぱり綺麗にお金使っていかないと、こういう時に損をしちゃいますよね。ということでね、今回マイクスタンド型のマイク1500円を使っているんですが、ということですけど、私はですね、こういう風な、なんですかね、ボイスレコーダーを使ってます。で、ボイスレコーダーをこのテーブルに置いてね、このような距離感で話してますね、ここで。そうするとノイズが入んないです。多分キラニックスさんのは吐息も拾ってるんですよ。喋った後にフッみたいなのがね、大気音が入っちゃってるんですよね。まあ、ですんで、喋った後メリハリをつけてパッとね、息を止めるっていうことを心がける、ボイストレーニングがちょっと必要ですっていうのをするか、もしくは空気が入らないようにこのピンマイクのこの辺につけてると思うんですけど、ちょっと離してみるとかね。多分かなり離していくと空気が入らない。その代わりちょっと声を大きめに、それからこうね、一語一語丁寧に喋らないといけないかもしれませんよね。ちょっとオーバーに行くとこういう風に丁寧に喋るようになると思うんですよ。それからワンオクターブと言いますかね、1音2音ちょっと上げて喋らないとものすごく暗くて通りにくい声になりますので、その辺も意識してみるといいと思います。まあ、なんかね、声優さんみたいなトレーニングなんですけども、実際 YouTube で声がちょっといまいちだなと思ったら、声優トレーニングをちょっとするようにもなると思います。まあ、喋りながら自分の音声聞いていけば、だんだんね、どこが悪いのかなって分かってきますんで、音声ね、届きやすいようにやってみた方がいいかなと思います。YouTube の動画で再生をキャンセルされる、その原因の一つが音声、二つ目が光なんですよね。暗いそういう表情っていうのはやっぱりキャンセルされる可能性がある、要するに離脱される可能性があるんですよね。で、せっかくクリックしていただいた方がどっか行っちゃうともったいないんで、そういうふうに意識してみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。